ダメこれは。いつになったらみんな忘れてくれるんだ。まず新聞記事になって本が出て、それが CD になってゲームになって、お前の顔のついたスプーンが出て、ウェブサイトができて記念絵皿まで売り出されると見たならあれ、あんなそれで食べられた、まったく巨大看板見たわれ。そうだ、車に貼るステッカーも看板なら映画が終われば張り替えられるから我慢できる。ポスターだと同じだ。でもステッカーあっちんじゃない、一度貼るとみんな剥がさないから。そうだね、でも大丈夫だよ父さん、いい結果があるんだ。そうか、まあとにかくだ、父さんいつも言ってるだろう、目立たないようにした方がいい、注目を集めるようなことはダメだ。ほら小さい頃やったろ、かくれんぼと同じだ、勝つためには絶対見つからないこと。